いやちょっと分かる方が見るとあれかなとは思うんですけど、分かる方に見られたら恥ずかしい、まあいいかなとは思ってる。そういうとこからが俺嫌いなのよ。若干迷ってはいますけど、なんでいい年になると何でも隠しながるんだろうっていう、迷ってはいるんですけど、まあいいかなってどっちでも思ってる、うん、だって失うもん何もないじゃん今。で僕は失敗は成功のもとだと思ってるんで、はい、あの何もしてない人間は結構罵声浴びせます、はい、なんだけど挑戦して失敗した人間はそこで素直に何が悪かったのかっていうのをお互いに話し合って、俺が気が付くことがあったら、はい、そこ直せばじゃあ次うまくいくじゃんっていう、あの行動してない人間が一番気にならないのよ。ただそこであるのが一回負け認めて全部オープンにして自分見つめ直してみようよと、うん、そうなんですよね。あのかばう人がいるんだったら別なんだけど、はい、自分をかばわない方がいいよねっていう。俺ね実はもう結論が決まってて、はい、どいなかに行かないって。どいなか、よろしくお願いします。はい、お願いします。49、50ですね50。はい、で今年店閉めたのは、そうですね、まあ、去年の、末ですね。実際は何年、ちょうど5年、約6年ですね。6年、はい。儲かんなかった？儲からなかったですね。あのスイーツって何を作ってるんですか？スイーツは、まあ一応あの内容が分かっちゃうとあれなんですけど、はい、一応小売業ということで、はい、お話をさせていただければと思うんですけど。あ、スイーツはダメ。スイーツでもいいですけど、うん、まあまあまあ一応広い方がいいんですけど。なんで？いやちょっと分かる方が見るとあれかなとは思うんですけど。分かる方に見られたら恥ずかしい。まあいいかなとは思ってる。そういうとこからが俺嫌いなのよ。若干迷ってはいますけど。なんでいい年になると何でも隠しながるんだろうっていう。迷ってはいるんですけど、まあいいかなってどっちでも思ってる。うん、だって失うもん何もないじゃん今。まあないかもしれないです、ね、なのに 何を守ろうとしてるの。でこれ来ることは恥ずかしいこと？いやこれは恥ずかしくないです。でなんで隠すの？まあだからそこが自分の悩みなんだと思います。俺ね、はい、企業に勤めてる人は隠せって言ってる。それはお前の問題じゃなくその会社の問題になるからと、うん、っていう部分で、はい、それはいいんだけど、はい、気に入らないんだ今。なんでこいつ隠してんだろうっていう、うん、なんでスイーツ屋だって言うんだろう。その生き方がつまんないじゃんお前って。そうですね、まあ、それがスイーツが嫌いなのかもしれないですね。いやいやそういう問題じゃないよいやそうですね、なんか隠したかっただけですね。だからそれはなんで、いやそういうものが事業に影響するのよ。まあ、恥ずかしいと思ってるんでしょうね。そのうまくいかなかったこととか、うん、その揉めてやめたみたいなところが、うん、自分として良くなかったなと思ってるからだと思います、うん、で良くないって分かってれば、うん、良くないっていう部分で素直に言っちゃった方がいいじゃん。まあそうなんですよ、ね、俺なんかどんだけ恥ずかしいこといっぱい喋ってるかここで、うん、そうですよねなので多分ちょっとそれもあってきたと思うんですよね、自分の中で、うん、そこから変えないと、はい、で自分のありのままをやっぱりまず見て、うん、で何が悪かったのか、うんうん、で僕は失敗は成功のもとだと思ってるんで、はい、あの何もしてない人間は結構罵声浴びせます。はい、なんだけど挑戦して失敗した人間はそこで素直に何が悪かったのかっていうのをお互いに話し合って、俺が気が付くことがあったらそこ直せばじゃあ次うまくいくじゃんっていう、あの行動してない人間が一番気にならないのよ、はい、だから一回作って潰れる、さらに言うとその前にはうまく一回いってる、成功と失敗を経験されている、さあ次は失敗じゃなくて成功に行くよねと。そうですね、で何よりもあるのが50って、はい、50の時って自分が思い出すともう年取ったなと思ってたの。はい、そうです。なんだけど、はい、60過ぎたら、はい、全然若かったじゃんっていう。あ、そうなんですで60過ぎたらもうよいよいなんだろうなと思ったら全然よいよいなんねえじゃんと、うん、もう逃げ切れると思ったわけ、はい、何もしないで悠々自適で楽しく生きていけるのかなと思ったら何かしてないとつまんねえわってことに気がついて、うん、その時に稼がなきゃいけないって環境があったら多分楽しいんですよ、はい、でも、うん、俺稼がなくていいんですよ、はいはい、そうするとやっぱり頑張ろうって気なくなるんですよ、うん、
と頑張ろうって気がないから人生つまんないんですよ、うん、といや楽しそうだなって、はい、嫌味じゃないのよ、はい、ただそこであるのが一回負け認めて全部オープンにして、うん、自分見つめ直してみようよと、うん、そうなんですよね。あのかばう人がいるんだったら別なんだけど、はい、自分をかばわない方がいいよねっていう。どっち、経営の方それとも生産の方、まあ、どちらかといったらその運営しする方の方が自分としては自信があります、うん、ある好きなのは運営する方ですね。あ、そうなんだ、はい、うん、俺は本当は映像を作る方が好きなのよ。あ、なんだけど圧倒的に才能が経営の方に向いてたもんで、うん、と俺はそっち側に向くしかないなっていう部分でやった結果が、はい、経営なんて自分でゴール決めたらやめれちゃうもんで、うん、制作ってもっといいもの作ろうと思ったらキリないのよ。それに対して俺100億っていう規模を作っちゃったもんで、目標を、はい、そこに行っちゃったらもう飽きちゃったっていうなっちゃったんだけど、はい、ねえ、スイーツ作れるってすげえかっこいいじゃん。そうですかね、うん、だってすっげえあのパティシエとかモテモテやん。うーん、まあ、流行ってるとこはそうかもしれないですね。流行ってるところの違い何もうお客さんが来ないですよね。いや、味が悪い、味は悪くないと思います。来てるお客さんからは褒められる、美味しいって。そうですね、そうやっていただく方も何人かいましたね。あの店を閉めざるを得なくなった理由っていうのは、はい、あの売り上げが上がらないから、それともあの固定費が高すぎるっていうのもあるんだけど、うーん、売上が上がらないから、上がらない、固定費はそんな高い家賃じゃなかった。そうですね、固定費は、まあ、家賃はまあそれなりですけど、うん、まあ、人件費とか。それは東京、いや、東京、まあ、関東で、はい、じゃあそんなに高くないわけなんだけど、まあ、東京寄りなので、うん、あ、まあ、割と大都市なんだ。そうですね、安くはない方だと。あの接客業に向いてないよね。接客業、そうですね、感じ悪いの。そうですね、それ最初言われます、うんうん、接客はしてないわけ。接客もしてました。その時は顔つきが変わるの。そうですね、その時感じよくできる、やろうと思えばできます。こんにちはって、はい、できます。いつ会えるんだ。できます。でもさ、見抜かれるんだよな。そうですね、うん、けどまあ基本的には根はいい人だと思うんであのでもほら接客ってさ、根がいい悪いじゃなくさ、あのまず第一印象でさ、いらっしゃいっていうかさ、いらっしゃいっていうかでさ、はいはいはい、なんでこの店っていう不安感になってくるとさ。そうですね、そこは多分あのあ、できるんだ。できると思います、はいはい、あの俺それよりもだから、あの雰囲気の悪さ、入ってきた時の雰囲気の悪さで言うと、はいはい、職人さんの方が向いてんじゃないのかなと思ったのよ。あ、昔はそうだと思ってました。でも独立されてからは自分で作られて自分で売ってたんですよね。そうですね、あと一人雇ったり、アルバイト雇ったりはしてたんですけど、はい、前より味落ちたってことない。うん、まあちょっと正直比べてはいないんですけど、うん、まあ、そういう部分は少なからずともあるとは思うんですけど、うん、前のお店でもまあうまくいかないタイミングとか、うん、まあ、完全なものを出しているタイミングっていうのが 100% ではなかったので、うん、まあ、それが 80% ぐらいのところには達してるとは思ってました、自分のお店で。うーん、あの客が来なかったのは商品が同じだとするならば、はい、そのブランド力、はい、でもさ、ああいうのってさ探したがるじゃん、新しくていい店、ここ見っけた、はい、私が見っけた、はい、こここんなに、はい、勝手に SNS で乗っけてくれて、はい、宣伝してくれてっていう、はい、味さえ良くて、はい、あとはなんか味プラスのそういうインスタ映え的なもの、はい、私もそう思ってました、うん、それがなかなかその割合が少ないといった方がいいですかね。あの競争が多いのかな。まあ、もともとその場所には、まあ、30年とか歴史のあるお店がもともと代表的なお店はあるにはあったんですけど、まあ逆に古いなと思ってたので、そこは飲み込めるかなとは思ってたんですけど、まあ逆に強かったんだなっていうのは実感してます。俺ね、実はもう結論が決まってて、はい、土井中に行かないって。土井中、要は洋菓子店が一軒もない町、うんうん、あのそういう例を、はい、俺はあの農業やってる時に、はい、いっぱい見て、はい、今度新しくフレンチレストランができて、はい、すごく人気があって美味しいんだと、うん、で連れていかれるわけよ、
と俺が行くと東京から15年遅れてるなと、作りも田舎臭いし、料理も大したことないしと、なんだけど田舎だとそれがもてあされるのよ。要は二流の料理人は田舎に行くといい、で田舎の良さってまず地代家賃がかかんない、でロードサイドで、あの車の駐車場さえあればいい、で遠くからわざわざ来てくれる、で彼ら暇だし、あとね使える金額が実は都会よりも農村部のはるかにあんのよ。収入がそんなになくても家賃かかんない、あの食費がかかんない、だから結構有効費に使えるお金が持っていらっしゃるっていう部分で、生活的には豊かな方多いんですよ。そういうところに豊かにするのに、その新しいちょっと洋風なあの都会風な店が入ると、オラが村にもそういうのができたっていう世界で、応援もしてくれるし、っていう。でさらに言うと地方だと補助金が出る、それは地方にもよるけども、うん、はい、新しく来るって言ったら、はい、あのそういう無償で貸しますよみたいなっていう、はい、もう前提として味落ちたんじゃないのっていうのが聞きたかったね。そうですね、まあ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 、そうですね、味も落ちてるとは思うんですけど、切磋琢磨でさ、はい、フランスに修行しに行ってみたいな奴らがさいるじゃない、はい、で彼らさまた見せ方うまいわっていう、はい、うん、でさらに言うとふざけた値段つける、あえて、うんうん、これが1200円かよみたいな、一口じゃないか1200円がみたいな、はいはい、それもまた受けちゃうっていう、はい、そのオフランス街とか、はい、ブランドがあると、はい、どういうのに対抗しようと思ったら、うん、俺は煮るの匂いってやつかなっていう。逆に言ったらあの一流のが田舎行ったら1200円誰も寄ってこないわ。うーん、そうですね、っていう、あの就活もいいんだけど、はい、そこまで若くはないんで。そうなんですよね、あので田舎でちっちゃなところから始める、あの居抜きの男を探すみたいな、で最低限のお金でスタートする、要は一回野に下る、うん、けどもうケーキ屋さんとかそういうスイーツはいや正直儲からないと思うので、うん、なんで？あの前のそのやってたところでもやっぱ割合的にクリームとかを使ったものに関しては原材料がやっぱ高いですね、売れないとやっぱ経営としては非常に厳しいのかなっていう。それお前の都合だよってやつ。その前のお店はそういう形で売れてたので、それを一応、まあ、パクってじゃないですけど同じ形でやったんですけど、やっぱりダメなんですよね。だからそれはある程度のブランドになった時に許される部分があって、そうなんですよ、最初は儲かんないもん一生懸命作れやっていう。そうなんですね、多分そということは今の話聞くと、夕方に行くとさ何もあのケーキ類がなくてさ、それ以上置いとくと在庫になったらやだ、ロスやだっていう、よくそういう商売の潰れる店見てきた俺、そういうのを研究するの好きなのよ、うん、でここ潰れるだろうなと。何かっていうと客から見た時に自分都合でやってやがるなと、うん、でそういうのって客って俺みたいにあの観察はしないんだけど感じ取るわけよ、うん、あそこやだわっつって、うん、であの晴れの日で あケーキを買い忘れてた、行ったらいやもう終わってますって言うと、うん、なんか次行きたくないなっていう、うん、みたいなものがあったんじゃないのかなっていう、まあまあ、まあそういう部分も多少はあるとは思うんですけど、うん、それが原因だとは私は思ってはいない。俺はまずは職人に徹するべきじゃないかなっていう、うん、徹底的に客が喜ぶものを作っていくんだと、うん、それがあれなんですよね、あの多分最初からやってればもっと若い頃からやってればそうだったんですけど、うん、途中からそこに入って、うん、まあそれ違う形でなんか違うものに独立したいなと思ってそこでやったんですね。あれかな、物に愛情がないってやつかな。そうかもしれないです。そこに俺も AV 作っててそれをすごい感じたの、うん、お客さんって俺の愛情を感じてくれてるわっていう、
他のメーカーとの一番の違いは客のために喜ばせようと思って作ってる、うん、なんだけどあの最初の頃ってすごい稚拙で、うん、ろくでもないもの作ってたのに、うん、なんであんなもんが売れたんだろうと思った時に、うん、ひたすら客が喜ぶもの作ろうっていう姿勢はあった、うん、だから全く抜けないのが出ても笑いながら叱ってくるみたいな、うん、お前こんなんで抜けねえだろうみたいな、うん、あの手を抜いて抜けないんじゃなくて一生懸命やってるんだけど的が外れてるから無駄なんだみたいな、うん、そういうのって全く会ったこともない客にも伝わっていくんだなっていう、それがだんだんこのメーカーを応援してやろうになっていく、そこからこいつにこういうのやってくれたら買うぞっていう意見まで企画まで教えてくれる、それに素直に従っていったらあれよあれよと伸びていったっていう部分があって、で基本ってやっぱりものづくりから始まるべきなんじゃないのかなと、そのスイーツ屋さんでいうと、と両方の部分持ってるんだったら一回経営者忘れたらっていう、でそれがさらに言うと田舎のおばあちゃんとか顔が見えてるとそれしやすいよねっていう、うん、うちの孫にお土産で買ってったらおいしいおいしいっつってすぐに2つ食べちゃったのよとか言われると、うん、もっとうまいもん作ってやろうかっていうというモードに変わることが重要なんじゃないのかなっていう。そうですね。ご家族はいらっしゃるんですか？います。あ、もうお子さん大きいですよね。いや、結婚が遅いので、はい、まだ小さいです。まだ小さい、はい、田舎に連れていけない。そうですね、妻も働いてるので都心部で働いてるので難しいです。まあ単身で行くしかないね。そうですね、そこまでやりたいかって言われるとやりたくないかもしれないですね。で何しようと思ってるの？いや、今はなんかちょっと就活をしてですね。それはスイーツ屋さんで？いや、スイーツ屋さんはやっぱりちょっと環境が良くないので、もう年齢的にも、うん、多分入ったら無視されちゃうと思うんで。だから僕のはだって就職ないでしょ。この後は営業職に就きたいと。一般の何か物売りとか？そうですね、物とか何でもいいんですけど。辛くない？辛いですけど、一応まあ、あの来月から一応決まってるところはあって、でそこでとりあえず働こうと思ってるんですけど、うん、そんな希望にかなうようなあった？まあ最初の給料はまあそこそこではあるんですけど、そこから伸びないような業種ではあるんですけど、一応スタートとしてはいいのかなとは思ってます。ブラック企業ではない？まあ、よく営業でブラック企業あるじゃないの。まあゴリゴリの営業ではない感じのものなので、はい、まともなものを普通にまともに。そうですね、ルート制度、ルートというかその内装の見積もりをするようなの営業というか、見積もりだけは行くんですけど、ような仕事ですね。それでいい？いや、いいというか、まあいろいろこう就活をして、ほとんどなかなかあの営業職とかそういったものはなかなか難しいので。いや、俺も野党側で見てきて、はいはい、絶対50過ぎたじじいなんか雇いたくないもんっていう。そうですよね。でさらに言うと会社潰してうまくいかないったら、はい、気合も絶対入らないんですよ、はい、そうですよね。どん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 落ちていくだけなんですよ、うん、で下手にそんなやつ助け部で言ったら、あのお荷物が1匹増えるだけだわっていう部分で、はいはい、絶対雇いたくないっていうのは本音ですよ、どこも。と、うん、いうことはそれを雇おうとするってことは若い人が誰も来てくんないような業種しか雇おうとしないよなと、うん、さらに言うと正社員に雇わないっていうバージョンだろうなと、で考えると多分希望する仕事はないであろうと、うん、っていうのが俺の勝手なる推測で、はいはい、俺はもう一発間入れずにスイーツやった方がいいよっていうのが俺のアドバイスなんです。そうですね。あの要は今じゃないんですよ、うん、60過ぎてった時に楽しい60になるべきなんですよ、はい、った時にその誰かの船に乗っけてもらって肩身狭く乗ってたって、うん、こんなの60過ぎたら多分クビにもなっちゃうだろうし、うん、だからまたもう一回就活とか必要になってくる。ならば今ならまだ間に合うんで、俺はその失敗した経験を生かして、じゃあどうすれば成功するのかっていうことを導き出して、うんうん、もう極力少ない金額でスタートする。それはもう公的機関からどう借りられるかっていう、ブラックリストに載ってたら別なんだけど、はい、載っちゃってる？いや大丈夫です。であるならば、うん、公的機関で経験値があるんで、借りやすいんですよ、うん、
あの全くやったことないものやりたいっていうとなかなか難しいけど、でそれに言うならじゃあなんでここなんですかって時に、いやあの東京に近いところでやってきて、でこういう田舎であるならば十分にあのニーズがあるだろうと、競争も少ないだろうっていうと、うん、あなるほどと、でそこの地域 の信用あの銀行なんかも基本的に応援の形でやってくれますし、東京で起業するって言ったら別にやんなくていいよっていう世界なんだけど、うん、地方に行くとぐっと優しくなる、そういう地方がどこなのかは知らないけども、で見つけて単身赴任でもやんないと要は死ねないらしいんだよ俺50代で死ぬって確信持ってきてたもんで、はい、60過ぎたとこでなんで確信があったのか分かんないぐらい死ねねえわと、全然精神老いないわと、困ったなって言って生きてるもんで、それにあと十何年後に追いついちゃうのよ、はい、時に今目先の部分であのお子さんの教育費だなんとかっていう部分でかかるっていうのは分かるんだけど、そのために目先の部分 そのいくらもらえるか知らないけどしたくもない仕事、それって好転すると思えないんだよなって、うん、そうなんですよね。だけどなんかそういう配送の仕事とか警備員とかタクシーとかしかないんですよね。そうないんですよ、もうそれしかないんだ、ないっていうか、まあ、もうちょっとそれはまあもうちょっと年齢上がっても大丈夫なんですけど、そういう感じになっちゃうんですよ、ね、全部つまんない、雇われる道は俺はないと思ってる。それは嫌なんですよね。雇われる道にあの極楽はないって、うん、これは地獄に落ちたつもりでもう一回経営するしかないと、経営するんであるなら経験値があるのは水質屋なんだと、うん、さらに言うと作れるのを雇えたからよかったねと、うん、でも大した味じゃないと俺はもう俺完全に読んじゃってるんでだったら地方に都落ちするしかないねと、でできるだけ安くあの良心的な値段で出すっていう店で、うん、であのカヌレなんか作った日には、うん、あいつら何これと、うん、こんなもん初めて見たわと、うん、というのがつい数ヶ月前に俺はカヌレ知ったんで、十分もう一歩下がればカヌレで驚かせられる、うん、調べてるの、今流行るらしいわよとカヌレ売ってる店ができたっつって30キロ先もから来るわ、うん、平気だよ俺がね、立川の人間がつい半年前に知ったんで、はい、まだ田舎にはこの半年後ぐらいで行くはずだからそうですよね。まあカヌレだけじゃなくてもいいんだけど、はい、っていう絞り込んだ形で、そのやっぱり彼らが知らないもので今これ流行りなんだっていう、そうですよね、うん、そうするとあの新規のやつもそれを焼いたんで、こういうのだ、これを専門店でやるんですって言ったら、食べてみてください、うまいですね、これなら絶対売れますよっつって、あ、これなら2000万いけんじゃないですかとかやってくれるよ。そうですね、あのさ、くだらないでしょこれ。妄想言ってんですよ俺。いやいや、あの、うん、そうですね、妄想ができるうちはチャンスがあるの、うん、妄想できなくなったらおしまいだよって言ってるの。そうなんですよ、現実にしすぎてるんですよね。妄想しよう、うん、もう一回、うん、楽しい自分の将来を。そうそうそう、明るい、そういうなんか妄想ができなくなってはいますね、どんなに暗い話持ってきてもこの俺の調で喋りますから俺は、うん、それは良かったねって言いますから、うんうん、描くこと重要よっていう、あのね、具体的に描いてね。うちのカメさんが言うのよ、あ、出た、あんたの妄想っつって、俺は俺の妄想をカメさんに語るときにはこう会話帳で話すのよ。俺がこう言うと相手がこう言ってさっつって、はいはいはい、いやいやって、あのシナリオを書くんだよっつって、俺はばあちゃんとの会話を書くんですよ俺がカヌレの店出したらさ、ばあちゃんが何の声はっつって、これは今日本で一番流行ってるお新しい菓子だよと、じゃあ一個いただこうかしらと、500円、これ100円もするなと、価値あるからばあちゃん騙されたと思って目と見分けになるから食べてごらんと、じゃあ1個だけいただく、おいしいわね、これは孫にじゃあ3つ買っていくわみたいな、ここのを喋るとあんたの妄想始まったわって言われるのよとこのばあさんが、知り合いのばあさん10人連れてやってくるんだよって言って、うん、あのカヌレがまだ驚くような町探しをしてくださいそうですね、ええ、スイーツ屋っつったらどっかにまだある可能性あるんで、大体どっかにあるみたいな、うん、そうですね、大丈夫です。
分かりました、はい、ぜひあの前向きに、はい、前向きに50はじじいじゃないからね、はい、まだ49ですけど、まあ、もう50なんだけどあの全然もう一回やれますよと、はい、ただ本当にどんどん記録が落ちてくるんで、はい、勝負するんだったらもうラストチャンスになりますよっていう、はい、で60になっても50になってもあの与えられる仕事なんか警備員とかつまんないじゃないですよ。そうですよね。60になれば諦めつくだろうし、うん、ただ多分80までは絶対いけるらしいんで、うん、考えると今を捨ててでもその年を取った時のためのチャレンジができるんだったらしといた方がいいと思いますよって。いいなチャレンジできて。いや俺なんかチャレンジするとまずカメさん嫌がりますし。ああそうですよね、うん、億単位減りますから、うん、毎月何千万とか赤字出しますからじゃないと痛みでもちょっと感じないとつまんないんで、うん、規模が大きくなっちゃうんですよ、うん、1日10万円の赤字です何にも感じないわになっちゃうから、うん、っていうので喜びとかって麻痺するんで今毎月毎日10万って言ったら超嬉しいでしょ。そう嬉しいですね。っていうもんなのよ。だからコストパフォーマンスがいいわけお金に対して、うんうん、なら楽しんだ方がいいですよもっとっていう。あと不思議なのが株とかで何千万も儲かっても何にも面白いと思わないんだけど、うん、全然それを売ろうとも思わないしほっぽっとくだけで鎌倉の店に30万円で泊まられるとなんてありがたいんだろうと200で60万円か払ってくれたのかよお客さんみたいな。やっぱりこうねリアリティなものになると、うん、とても嬉しいのよ、うん、それが何か勝手に配当だなんとかだっつって何百万何千万とか言われてもはあっていうだけで、あ、いわゆる喜んでくれた、それで5つ星くれた、うん、払ってくれた、うん、ああやってよかったなと従業員も喜んでますし、やっぱりなんかねそういうことをしないと人生じゃないんだよなっていう、その現場でいけるっていう。そうですね。まあ、そういう気持ちでずっとやってたはいたんですけどね、はい、とりあえずちょっとかみさんにしばらくパートで頑張ってくれっつってちょっとあと10年後のために必ず俺は後悔させないからってもう強気な発言多分最近してないはずなんで帰ったらすぐにしてください。はい。あのね悪い時にその言葉がしゃべれる人っていないんですよ、うん、悪い時って暗い顔するんですよ、うつむいて。その時に軽口聞いて、あ、楽しいことを言えるかどうかで俺人生変わると思ってるんで、うん、俺はうちのカメさんがなんで結婚してくれたのって言ったら、あなたが一番ダメな時に朝飯のバイトに行って俺はあのだし巻き卵を作るのがうめえんだっていうのを自慢げにずっと10分以上喋ったと、あ、この人平気ねと思ったんだって。それなりにどんな状況にあっても楽しいことを見つけて喋りやがるっていう。それなりにさ1億とか出してもらってさ、うちでさ青年社長とかよもてはされて、なんか1年後に朝飯のバイトに行って出し巻き卵を教わってうまいんだよっていうのをそれ以上に自慢げに喋ってたっていう。俺無意識だったんですよ、はい、あれが大事なんだなっていう。そう失敗したことを悔やんでんじゃなくて前に向かっていく。何がいいって雇われるとその店が儲かってるの儲かってないは知らないけど、うん、確実に時給くれるんだよと、まあ、そうですねなんてありがたいんだろうっつって、うんうん、その上教えてくれるんで技術をと、うん、本気で思ったんですよね、うんうん、それを客観的に見てた神さんが、あ、この男大丈夫だわという賢い女なんですが、なんで無理してやってください。はい、はい、ありました。期待してます。はい、すいません、はい、名前が聞きましたが、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、で感じのいい親父になって帰ってきた。はい、わかりました。ありがとうございます。その時はカヌレあの20個ぐらい持ってきてよ。はい、わかりました。おかげでどこどこで大成功しましたっつって、はい、カヌレですよねっつって。サードハウス西棟をご案内いたします。まずは屋上のテラス、気持ちいいですね。海が見えるジャグジー最高でしょ。バーベキューもできて開放的ですね。室内のお風呂は最高級仕上げ。
料理がしたくなるキッチンとリビング、シェフを呼ぶ手配もいたします。寝室は4つ、どちらの部屋からも海が見えます。そしてこのトイレ、かわいいでしょ。サードハウス西棟で贅沢な時間をお過ごしください。